皆さんこんにちは、ブルーマンです。さあ今日もオンラインクレーンゲームトレバーのプレイ動画を紹介していきたいと思います。まず景品がこちらです。ポケットモンスターのプレミアムリュックのこのリザードのやつ狙っていきたいと思います。で本日チャレンジする台こちらですね。角差しチャレンジしていきたいと思います。自分のチャンネルね、昔からご覧いただいている方はご存知だと思いますけど、一回やってみたいと思いますが、ミスしてしまいましたが説明すると、この景品の角のところに、アームの、ね、先っぽ先端をこうぶつけることで手前側に、ね、こう一気にひっくり返すことができる技を角差しと呼んでます。で昔のトレバではこれがすごく使えたんですけども、最近はねその角差しができる台も本当になくなってしまって、全部こうビニールで包まれてツルツルになってしまったんだけど、この台はできそうなので、久しぶりにできるかどうかチャレンジしてみたいと思います。こんな感じね、今ねかなりいいとこ行ったんですけど、ちょっと滑ってしまいましたね。あれがしっかりと押し込むことができるとね、一気にひっくり返すことができるので、もうちょっとやってみたいと思います。もっとねツルツルの時はあんな感じで動くことすらないので、今ちょっと動いてくれたからまだワンチャンあるんじゃないかなと思うのでやっていきたいと思います。角差しね、もうできたら多分もう数年ぶりになるんだけど、この台はね形的にできそうなのでやってみます。いい感じ、いけ。これでひっくり返ればなんだけど、多分ねちょっと今奥すぎたんですよね。もっとね先端のところにピンポイントで合わせればなんかワンチャンいけそうな気がするのでやっていきたいと思います。いやほんとね、昔セール台っていうのがあって、それでねこの角差しが本当に使えたし、他の台でもね使えたんですけど、もう今ビニールでねツルツルになっちゃったりとか、滑り止めの多分効果で動かなくなっちゃったりしてたんだけど、この台はねいけそうなのでやっていきたいと思います。ただね本当に難しいんです角差しって。横移動もピンポイントじゃなきゃダメだし、奥もピンポイントで合わせなければいけないのでめちゃくちゃ難しいんだけど、なんとかね先端のところにぶつけて取れるかどうかっていうところを試していきたいと思います。奥横移動この辺りかな、で奥も先端のところなるべく狙っていきます。ちょっと奥すぎるとね取れないから、いやー今ピンポイントで当たったけど、あれでもダメか。ただ横かな、もうちょっと横を右の方に行けば、でかつもうちょっと奥だったらねいけそうな気もするので、こっから課金してやっていきたいと思います。なんかね久しぶりにできそうな気はしてるんですよね。この辺りかな、で奥を、あー奥すぎるかな、だしかも横も合ってないですね。ほんと合わないとこんな感じなので、本当にねピンポイントでなかなか合わせないと全く効果がない技なんだけど、取れるときは本当に一発で一気に取れるので繰り返しやっていきたいと思います。これね久しぶりにこの台見かけたので、珍しい台なのかなと思うんですけども、やってみます。横移動さっきよりちょっと右にして、奥すぎないところ狙っていきたいですけど、ちょっと奥すぎるかな、ただ角にぶつかってくれていけ、あーっとダメか、あーそうですね、多分ねちょっと奥すぎるんだよな。もうちょっと先端の本当に角のところに合わせられればっていうところですね。もう一回だけやってみたいと思います。来てはいると思うんだよな。やっぱねビニールでツルツルだとああやってもう押し込むことすらできないのが今までずっとだったので、しっかりとギリギリ際狙っていきます。いい感じで、これでどうかな、際でいってといけ、よいしょと、ふぅ久しぶりに決まりましたね角差し。ポケットモンスタープレミアムリュックですね、獲得することができました。いや本当にねこれ取れた時ねちょっと声出ちゃったぐらい決まったとね思ったんですけど、今ねこの台もしかしたら多分ですねすぐ設定変わる可能性もありますけども、昨日の獲得動画になるので、もしチャレンジする方はね参考にしていただければと思います。もしかしたらもうツルツルになってたりとか滑り止め効果で動かないかもしれないので、参考にしてみてください。はい、ではここからちょっと雑談していきたいと思います。でアンケートの集計結果を大公開というお知らせがあったの皆さんご存知でしょうか。で2月にトレバでアンケートを実施していて、回答された方もね結構たくさんいるんじゃないかなと思います。でその回答の、一部を公開してくれているので、ちょっと実際に見ていきたいと思います。まず1つ目、好きなアニメまたは映画のタイトルは何ですかという質問に対しての回答ですね。グラフでも表示されているんですけども、1位がちいかわだったみたいです。でサンリオジブリ、ディズニー、スパイファミリー、ポケモン、鬼滅の刃、マリオ、つながっていくみたいですね。なんか可愛らしいキャラクターの、アニメとかが上位の方に来ていたんだなっていうのが、
ちょっと意外でしたね。なんかもっと少年ジャンプとかの男の子が好きそうなやつが割と上位に来るのかなと思ったんだけど、やっぱ可愛らしい、まあ、スヌーピーとかね、カービィとかも含めてそういうのが人気あるんだなっていうのが見えますね。で結構下の方に行けば、まあ、マニアックなというかね、アニメもたくさんあるなと思ったんですけど、まあ、ディズニーやスパイファミリーが上位に位置してますね。で早々のフリーレンが今人気になってきていて、率先して今後用意していきますみたいなことが書かれていました。でどのような景品が欲しいですかという質問ですね。これ意外だったっすね。で1位が日用雑貨 57% でぬいぐるみフィギュアとつながってましたね。フィギュアがね絶対1位に来るのかなと思ってたけど、日用雑貨ぬいぐるみが1位2位という形でしたね。まあ、自分結構おもちゃの景品とかも狙うんですけども、こんなランキングです。でウェブ版であればお得にトレバポイントを購入できる、っていうね、あの情報知ってますかという質問に対しては、まあ、大体8割ぐらいの方が知ってますと答えてました。でこれね一番気になったのが、トレバ以外に利用しているオンラインクレーンゲームはありますかという質問に対して、はいと答えた方が 64%、まあ、3分の2ぐらいですね。残りの3分の1ぐらいの方はもうトレバ、まあ、専門で遊んでるんだなっていうところで、まあ、これも結構意外でしたね。もっと他のオンクレ遊んでる人8割ぐらいとかなのかなと思ったけど、まあ、トレバだけやってるって方もかなりいるんだなというところに気づきましたね。で他のオンラインクレーンゲームやってる方に、まあ、そのオンラインクレーンゲームの特にいいと思うところは何ですかという質問をしていてですね、例えばまあ遊び方別での検索ができるところ、まあ、これはあのトレバで、まあ、いろんな人からこういう声ありますよね。トレバってあの大検索できないので、まあ、特に共通台とかで遊びたいときにね、景品とか台で探すことができないから、一個一個景品見て探さなきゃいけないとか、そういう時に、まあ、やっぱこういう遊び方別での検索ができるといいなと思ってる人多いのかなと思います。あとは実物の景品を狙えるところですね、まあ、これもトレバはなんか疑似箱とか、が多いので、まあ、実際の景品で遊びたいっていう人も多そうですね。で日にちが変わってすぐに新景品を手に入れることができるところ、まあ、これは DMM オンクレとかがね今やっぱすごいですよね。あとは時間制限内なら何度でもクレーンを前後左右に動かせること、ここは、まあ、タイクレとか含めてこういうオンクレありますけど、これは好み分かれますね。自分はどっちかっていうと何度もじゃなくて、まあ、1回押したらもう固定される方がなんとなく楽しいなと思ってて、サクサクねプレイされるのでそっちがいいかなと思ってます。でスタッフコールボタンがありすぐに対応してもらえるところとか、あとこの辺は景品ですかね。全国展開してない、まあ、レアな景品があるとか、まあ、地元地域にない景品が多数あることとか書かれてて、あと24時間いつでも手軽に遊べる綺麗な景品が手に入る、綺麗な商品が手に入るっていうところ、ここちょっと笑っちゃいましたね。綺麗な商品がっていうところ、まあ、トレバもね綺麗な商品で届けてはもらえるかなとは思うんですけど、まあ、他のオンクレも綺麗に、ね、こう包まれてね送られてくることも多いので、まあ、そういうことを指しているのかなと思います。なのでなんかこういうねアンケート非常に面白いなと思いましたね。自分はね回答しなかったんですけど、回答するとなんか一部の方には抽選でポイントとかもね確かもらえたのかなと思うので、またこういうアンケートあったらね、自分も回答してみたいと思います。はい、ということで今回も動画ご覧いただきましてありがとうございました。自分のチャンネルではこういったオンラインクレーンゲームの動画などを中心にアップしてますので、ぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。それではまた他の動画でお会いしましょう。さよなら。